皆さん、こんにちは。アニマルダイサーカスです。今日はここ、浜北公園にやってきました。ショーが始まるまでの間は、出演する動物たちと触れ合うことができます。みんないい子たちなので、ぜひ仲良くなってください。へえ、動物と触れ合いか。こちらは熊のカトリーヌちゃんです。手を伸ばすと握手をしてくれるんですよ。よろしければ写真もお撮りしますよ。いかがですか。熊と握手って危なくないのか。大丈夫です。カトリーヌちゃんは特別な訓練を受けておりますので人に慣れているんですよ。曲芸はもちろんファンサービスにも抜かりはありません。今日も移動中はずっとおとなしくしててくれて、性格もとっても穏やかなんです。子熊の頃からこの私が面倒を見てたんですよ。だから私の言うことはいつも聞いてくれて、これが通じ合うってやつなんですかね。ちょっと今お客様とお話ししてるんだから後にして。どこまでお話ししましたっけ。ああ、そうそう、カトリーヌちゃん、ぜひ触れ合っていただいて、よろしかったらこの後のショーも見ていっていただけると嬉しいです。ちなみにカトリーヌちゃんは外に出たりもすんのか。いえ、さすがに外には出しませんよ。外は刺激が強すぎて興奮させてしまいますから、あくまで檻の中だけです。まあちゃんと鍵がかかっているので心配はないですけどね。そうそう、ちょうどこんな鍵で。あれ、これカトリーヌちゃんの鍵。カトリーヌちゃんが外に。カトリーヌちゃん、お願いだから檻に戻って。全然あんたの言うこと聞いてねえじゃねえか。何一つ通じ合ってねえぞ。あなた、お願いします。なんとかカトリーヌちゃんを檻に戻してください。え、俺？無理に決まってんだろ。あんたの方がこいつと付き合い長いんだから、なんとかしろよ。無理。そもそも人間が他の生き物と分かり合おうとすること自体、とんだ思い上がりだったんですよ。こいつ、相当混乱してんな。こうなったら、もう力でねじ伏せるしかありません。お礼はしますから。このまま街に出たら、もっと危険です。んなこと言ったって。くそ、やるしかねえか。やめないでくれ。やってやる。なめんなよ。や
んのか。強くなった気がするぜ。さっさと檻に戻りな、カトリーヌ。すごい。カトリーヌちゃんがおとなしく檻に。だが、とんだ触れ合いイベントだったぜ。本当にありがとうございました。あのカトリーヌちゃんが私以外の人の言うことを聞くなんて驚きです。いや、あんたの言うこと全く聞いてなかったけどな。でもこれで無事ショーができそうです。これはお礼です。受け取ってください。そういえば自己紹介がまだでしたね。私はこのアニマル大サーカスで団長を務めております安田と申します。俺は春日だ。あんた団長だったんだな。団長といってもスタッフも少ない小さなサーカス団ですけどね。この子たちを連れて全国を回っているんですよ。全国？サーカスって大きな町での開催が多いじゃないですか。でもなかなかそういうのに行けない地方の子供たちも多いので、こうやって移動しながらショーをやっているんです。私もそんな子供の一人だったので、初めてサーカスに連れて行ってもらった時は嬉しかったな。そういう喜びを一人でも多くの子供に体験してほしいんですよ。まああんまり儲かってないんですけどね。それでもできる限り頑張りたいなって思うんです。そうか、頑張れよ。そうだ春日さん、もう少しでショーの時間なんですが、カトリーヌちゃんの芸を堪能していきませんか。なかなかのものですよ。いや、俺はさっき十分堪能したから大丈夫だ。また変に刺激してもあれだしな。そうですか。それではまた今度日を改めてぜひお越しください。次はカトリーヌちゃん以外の動物も登場しますので。ほう、そいつは逃げたりしねえんだろうな。大丈夫ですよ、私によく懐いてるいい子ですから。それならいいんだな。じゃあ俺は行くぜ。もう逃がすんじゃねえぞ。はい、ありがとうございました春日さん。やれやれ、ひどい目にあったぜ。あのサーカス団、またここでショーをすると言ってたな。なんとなく気になるし、今度来てみるか。調子に乗るのもここからです。上がってこいよ。私の番ね。ほら来いよ。おい来た。おい、もうちょっとで。やめろ。待っておき。来てみろ。おい、
行くぞ。舐めるな。やろうぜ。見せてやるよ。やかぶぞ。やんのか。俺の番か。いや、手を当てやめ。強くなっちまったか。これ頭がみかんの人形なのか。なんかボタンがついてるな。どれ押してみるか。よろしく道。おお、喋った。あ、そこにも落ちてたんですね、道夫君のフィギュア。すみません、なんだか驚かせちゃいましたね。ああ、まあ少し驚いたな。このみかんの怪人はあんたのか。これはみかんの怪人ではありません。これは小野道夫君のフィギュアです。小野道夫君ってなんだそれ。小野道夫君っていうのは広島小野道を象徴する漁師をモチーフにしたゆるキャラです。私はその道夫君をプロデュースしている弘中と申します。へえ、つーか、この妙なマスコットのどの辺が尾道を象徴してんだ。ちょっとちょっと、冗談はよしてくださいよ。見たまんまじゃないですか。瀬戸内を代表する名産、八朔をモチーフにしたチャーミングなお顔、おしゃれなアクセントになっている尾道の代表的な食べ物、尾道ラーメンの帽子、おいしい海産物がたくさん楽しめる町であることを伝えるお魚のポシェット、漁師の住む町であることを伝えるためのクールな長靴、そして小野道夫君の名字である ONO を大胆にプリントしたイケてる洋服。見ただけであの小野道が脳裏に浮かんでくるような完全無欠のご当地ゆるキャラだと思いませんか。あまり思わねえな。最近結構人気なんですよ。このフィギュアだってすぐに売り切れちゃうくらいなんです。この町に新しく出店する尾道お土産コーナーの目玉商品でしてね。これを土産屋で売るのか。見てください、このディティール凝ってるでしょ。まあそう言われるとよくできてるな。このラーメンとかもちゃんと具が入ってるし。そういえばこれさっき喋ってたよな。ええ、ボタンを押すとボイスが鳴る仕組みなんです。こんな風に。おの、みちおだ。よろしくみち。おーのー、ね、すごいでしょ。語尾につけるみち、キュートなんですよね。ああ、なんつうかさっきも思ったが、案外渋い声なんだな。ただ正規品はちゃんと喋ってくれるんですがね。外国で作られた偽物はそうじゃないんです。偽物？はい、例えばこれです。ああ、確かにそっちのと比べるとこいつはなんか違うな。人気が出るのは嬉しいんですけどね。そうなると必ずと言っていいほど偽物のグッズが作られて安く売られるんですよ。
質の悪いものが多いし、こんなのが道夫君を語るなんて困ったものです。ん、偽物にもボタンはあるじゃねえか。どれどれ。あ、待ってください。そのボタンを押したらダメです。そう言われると押してみたくなるな。まあちょっとくらいなら大丈夫だろう。ん、何もならねえな。え、大丈夫ですか。だからダメですって言ったのに。ああ、頭もこんなにチリチリになって。それは元からだ。つうか、これは一体どういうことなんだよ。実は、なるほど、偽物のフィギュアは質の悪いバッテリーが入ってるから爆発しやすいのか。ええ、偽物ってだけでもアウトなのに爆発までされたんじゃたまりませんからね。売られているのを見つけ次第回収して回っているんですよ。ですがその偽物が入っている箱を移動させようとして持ってみたら結構重くて転んじゃいましてね。あろうことか正規品と偽物が混ざってこの辺りに散らばってしまったんですよ。偽物にうかつに触れると爆発してしまいますし、どうしたものかと。まるで地雷原だな。最近は老眼で細かいものが見えにくくなってきて、正規非正規の区別がしにくくて、うん、困ったな。これからお店に正規品を届けないといけないのに、誰かに手伝いを頼もうにもまだ老眼が進行していなくて、仮に爆発しても違和感のない髪型をしている人なんて今から探しても見つかるわけ。ん？ん？回収頑張れよ。じゃあ俺はこれで。ちょっと待った。なんだよ、俺は爆発なんて嫌だぞ。まあまあそう言わずに、ちょっと仕分けのお手伝いをお願いできませんか。チリチリ頭で爆発に耐えられそうな肉体を持っていて暇そうな人なんてもうあなたくらいしかいません。お前、一応自分が頼んでる側の人間だってこと自覚した方がいいぜ。お願いしますよ。尾道お土産コーナーの超目玉商品なんです。このフィギュアは尾道の人たちが一つ一つ手作業で色を塗って組み立てている思いの詰まった一品なんです。これ手作業なのか。ええ、地元のおばあちゃんたちが尾道の魅力を伝えられるならばと頑張って内職してくれているんです。仕上げの艶出しなんか子供たちも協力してくれていましてね。私はそんな町の人たちの魂がこもっている道夫くんフィギュアを多くの人に届けたいんです。なんとか道夫くん回収作業にご協力いただけませんか。ああ、そうだな、仕方ねえな、手伝ってやれよ。本当ですか、ありがとうございます。そういえばまだお名前を伺ってませんでしたね。俺は春日だ。春日一番。それでは春日さん、よろしくお願いいたしますね。では早速こちらへ。の、おう。くそ。わかった。はい。
お、なんだこれか。ふーん、これは何だ。どこだ？なんだ？ふーん、あー、け、なんだ？あー、お、ふーん、これか？これは。ふーん。これか？あー。お。ふう。これで全部みたいだな。いやあ、ありがとうございました。素晴らしい回収っぷりでしたよ。そうか。まあ力に慣れてよかったぜ。だがその辺に転がってる偽物はどうすんだ。さすがに危ねえだろう。ああ、それなら大丈夫です。後でスタッフに回収してもらうので。全部偽物なので見極める必要もないですし。そうか、それならいいんだな。それにしても真剣に道夫君を見つめるあなたの眼差し、私ちょっと感動しちゃいました。もうあなたはただの春日さんではありません。道夫鑑定士春日一番さんです。いや、そんな称号はいらん。まあそう言わずに。こんなスキル持ってる人なかなかいませんよ。それにしても結構あるもんなんだな、パチモンってよ。キャラクターものは少しでも人気が出るとすぐ偽物が出回ってしまうんです。偽物の中にはプロでも判別できないほどに精巧に作られるものもあったりで。へえ。とはいえ所詮偽物は偽物。
絶対に出回らせるわけにはいきません。愛情込めて道夫くんグッズを作ってくれている人たちやファンの人に申し訳ないですからね。確かに安い偽物を買ったところで尾道の応援にも道夫くんの応援にもならねえわな。それにこれは道夫くんだけの話じゃない。世の中偽物ばっかりになってしまったら、それまで丁寧に作られていたものはいずれ必ず衰退してなくなってしまいます。真面目に作っている人たちや支えてくれているファンが悲しい思いをするようなことにだけは絶対にしたくないんです。ああ確かにそうだな。そんなわけでこれからも私はプロデューサーとして断固偽物と戦っていきますよ。ふんふん。俺も力になれることがあれば協力するぜ。ありがとうございます。いつか偽物を作ってる連中を滅ぼしてやりたいと思っているんですが、なかなか尻尾を出さなくて。まあ気持ちはわかるが、あまり無茶しないようにな。そうだ、今日のお礼にこの道夫くんフィギュアを差し上げます。の、いいのか。大事にしてあげてくださいね。なんだあのボロい道夫くんの頭は。あれもパチモンか。ああ、あれはパチモンじゃないですよ。むしろ道夫くんの原点です。原点？何年か前に尾道であの道夫くん着ぐるみに入ってくれた人がいたんです。そこから道夫くんはどんどん人気が出ましてね。あの人の正義感や誠実さが道夫くんに命を吹き込んでくれたと私は思っています。いつかまたあの人が道夫くんになってくれる日が来た時のためにこれだけは大事に取ってあるんですよ。同じタイプの着ぐるみは他にも何体かあるんですが、あのオリジナルは特別です。へえ、このキャラになりきって人気を出すだ。その中の人ってのも結構面白そうなやつだな。そうですね、本当にユニークな人でした。いやでも今日はとにかく助かりましたよ。それでは私はこれから急いでこのフィギュアをお店に届けてきます。春日さん、またよろしくお願いいたしますね。おう、またな。ゆるキャラか。こういうキャラを守っていくってな、思っていたよりゆるくねえんだな。ん？また？